はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日はですね、デカ盛りを食べにこちら、大阪の何和区に来ております。何和区といえばですね、数店舗デカ盛りの有名店がありまして、僕も何度もね撮影で訪れておりますけれども、ちょっとね久々の大阪ということで、本日はねもうとにかく食べたいお店さんに撮影をお願いしました。本日はこちら僕の後ろに見えております富江さんにお邪魔しようかと思います。大食い好きな方であればですね、大阪といえばもう本当に行列店、有名店ということでご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、今日はですねこちらの富江さんで久しぶりに気になるねメニューなんかをちょっと食べていこうかなと思います。でこちらの富江さんね、店頭にもあるように貴重性となっておりまして、それぐらいねもう行列ができるお店さんなので、本日はですねありがたいことにちょっとオープン前にお邪魔させていただけることになりましたので、早速ねもう富江さんに入って美味しい料理食べたいと思います。ということで本日ですねこちら富江さんの店内に入りまして、もうね注文は完了しております。今回はですねちょっと今日食べたかったね2種類のメニューを大サイズでね注文してありますけれども、こうですねこちらの富江さんの料理大サイズで頼みますと 1.5 キロ、まあ2キロ前後ぐらいのね重量になりますので、皆様もねご注文する際は食べたいのいっぱいあると思うんですけれども、お気をつけてね注文してください。ありがとうございます。うわめっちゃということでですね、本日注文した僕の念願のですねこの富江さんの料理完成しました。いろいろとねまあご説明今日できるかな、ちょっと食べたすぎまして早速もういただきます悩むけれども、ひとまず唐揚げ、揚げ物からいきましょうか。今回ですねこれカラバーグ定食の代ということで、こちらがね富江さんの唐揚げなんですけど、もう僕はこれが食べたくてね、やばいっす、マジでやばいうん、正直今朝一でして、今日この後も別のねいろんなちょっと食べる以外のお仕事もあったりとかしてやんなきゃいけないことあるんだけど、そんなことはねもう抜きにして、このポミエさんのご飯が食えただけで今大阪来てよかったと思ってる。それぐらいうまい。ちょっと他のフライ、これは何だろうな、かぼちゃだ。うんうまっ。ちょっともう今食べたすぎてベジファーストとか味噌汁で箸を濡らすとか基本的なこと全部忘れてた。うめえ。ちょっとね、今回別皿のトッピングでですねこのタルタルソースいただいてますんで、こう行かせていただいてもらっていいですか。うわー、タルタル激うまうまっ。これはやばい。うん。うん。
したらこっちも火通り過ぎちゃうといけないので、エビ丼いきますか。こちらのエビ丼、これ伝わりますかね、この半熟具合。もうこの感じたまんなくないですか。うん、うまい。うん、卵の加減も絶妙だけど、それ以上にね、この出汁の感じが好き。エビも掘り出しちゃいます？これね、よっと、うわー、これっすよ。うわー、絶対うまい。うん、うまいな。たまんね。うん、うん、うん、たまらんうまいな。うん、うめ。ちょっとそろそろカラーバーグ定食なんで、もう一つのメインディッシュハンバーグいきますか。こちらのねハンバーグもデミ系かな。うわ、絶対米だこれは。あ、絶対うまい。むちゃくちゃ米進むな。やっぱりですね、僕らがこう動画の中で普段紹介するお店さんってデカ盛り店であったりとか、あとはラーメン屋さんですとか、そういったお店が多いので、コメントの方でもですね、女性一人だとちょっと行きにくいよなとか、行きたいんだけどっていうご意見結構いただくんですよ。ただ本日のこちらのポミエさんはデカ盛り店というか、もちろん大サイズにしたらねすごく量は多いんですけれども、ガツ飯感だけではないこの美しさであったりとか、 SNS でもそこがきっかけでねバズったお店さんなので、今までねこうなかなかこういうガツ飯系デカ盛り系食べに行きたいけど行けなかったっていう方はね、ぜひこのポミエさんすごく来やすいので食べに来ていただきたいです。これめちゃくちゃうまい。
もう定食終わっちゃったけど、もう今日の撮影こりゃあっという間だな。うまい。ごちそうさまでした。はい、ということで本日はですね、こちら本命さんで美味しい料理いただきました。もう念願すぎて今日はね、ちょっと黙々と食いすぎたかな。前回もですね、確かこの卵系の丼ですね、をいただきつつ、カレーだったかな、その時も、そのカレーもね、めちゃくちゃ美味しかったですし、今回頼んだね、この2種類、まあ、定食だったりとか、丼物以外にもですね、豚肉とかもね、もち豚という、まあ、こだわったね、食材を使っておられまして、カツであったりとかね、豚を使った料理も最高にうまいです。まあ、こんなお話をしてしまうと、来た時にですね、皆さんもいろいろと何を食べるか迷ってしまうかもしれませんが、ぜひですね、この食べたいもの、全部食べ尽くすまで、何回もですね、ポメイさんに通っていただいて、僕がね、この好きな気持ちを皆さんと一緒にちょっと共有できたらいいなと思いますので、ぜひですね、この大阪に来た際には、絶品料理を提供していただける、このポメイさん、食べに来てみてください。はい。ということで、本日はこんな感じで、また次の動画でお会いしましょう。めちゃくちゃ幸せでした。ごちそうさまでした。